海上保安庁がついに尖閣での中国海警局の活発化を抑止として海上基地の機能を持たせた超大型巡視船建造計画の情報をキャッチしました。今回は海上保安庁が超大型巡視船建造を計画している内容について詳しく見ていき、いきますね。黎明型の4倍以上の大きさとのこと。中国海警局もビビる大きさでしょう。もしや全通艦班になるのかも気になるところです。2024年6月7日、日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶の4隻が同時に侵入する事態が発生。当日の午前中から午後にかけての延べ2時間余りの時間をかけて侵入した後、日本の領海を後にしたと報じられた。日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶が侵入したのは、今年2024年に入ってからは、これで通算17回目を数え、尖閣諸島周辺の接続水域にまで範囲を拡大した場合には、昨年末からほぼ毎日航行が確認されている。今回の中国海警局の船舶による領海侵犯行為の始まりも、同日朝に同局の4隻すべての船舶がまず接続水域を航行した後に発生しており、このところすっかり定番と化した艦すらある4隻1セットでの行動で行われた模様だ。日本政府側の対応は、同日の午後に林官房長官が記者会見の席上において、中国海警局の船舶の日本の領海への侵入は国際法に違反する行為であり、外交を通じ抗議を行うと同時に、尖閣諸島周辺海域の警戒及び監視を継続する旨を表明した。林官房長官のコメントは、中国海警局の領海侵犯行為に対して非常に遺憾であると述べたが、これは、いわゆる遺憾法と日本のマスメディア各社が評する門切り型の反応であり、日本国内での扱いも特段大きなものとは感じられなかった。一方の県の中国海警局は、同局の報道官が従来通りの中国政府の見解にのっとり、尖閣諸島は中国固有の領土と主張しており、そこへでの船舶の行動は自国の主権や安全保障及び海洋権益を守るものだとするコメントを発している。その主張を前提として、中国海警局の船舶は自国の国内法に従って、今後も尖閣諸島周辺海域での警備活動と法を守るための行動を継続すると述べており、そもそも当該の海域は日本の領海ではなく自国のものだと強弁している。このように、全く日本政府と中国政府とは尖閣諸島周辺海域をめぐり、それぞれが立脚する立場をことにしており、どこまで行っても、この問題が平行線から抜け出す可能性は著しく低い、政治的な状況にあると言わざるを得ない。今回、日本の尖閣諸島周辺の領海に侵入を行った中国海警局の船舶4隻には、いずれに、木砲、機関砲とおぼしき武装が搭載されていた模様だと伝えられており、常態化しているこうした行為でも、1セット4隻の船舶すべてが武装しているケースは初めてではないかと目されている。こうした中、国会警備局の船舶の武装に対する表現も、日本のマスメディア各社は、その大半が機関砲らしきものを搭載していたとの言い方で表記しており、例によって、あからさまの断定は、避けた無難な表現にとどめている感が強い。いずれにせよ、中国側が、こうした中国海警局の船舶の武装をはじめとし、装備や送り込んでくる隻数や船舶の規模自体も徐々に増加させている傾向は強まり、こそすれ弱まる素振りなど見られないことから、日本政府も、さらなる対抗策を迫られている。そうした中で報じられたのが、これら相次ぐ尖閣諸島周辺海域への中国海警局の船舶の侵入頻度と隻数の増加に対し、海上保安庁では、これまでにない規模の排水量を持ち、多用途な運用を可能とする超大型の巡視船を建造する意向を表明した。この2024年6月時点で海上保安庁が保有、運用している巡視船は、最大規模のものでも、相当数でおよそ7350トンの秋津島や、
同7300トンの黎明型が3隻となっているが、これらをはるかにしのぐ排水量の船舶の新規建造が打ち出された。この海上保安庁が新造を目指す巡視船は、全長でおよそ 200.0 メートル、全幅等の数値は不明ではあるが、総トン数では、実に、3万トンクラスの規模になることが報じられており、現行の、秋津島やレイメイ型と比しても、総トンは、4倍以上になる計算だ。海上保安庁では、ちょうど、今年2024年4月、1992年4月から32年間にわたって就役させていた大型の巡視船、四季島を老朽化に、伴い退役させており、この四季島は、就役から2015年に、中国海警局の船舶が就役するまでは、世界最大の7175トンの総トン数を誇る巡視船だった。巡視船、四季島の船名は、最新型の大型巡視船である、黎明型の4番艦に引き継がれ、新しい四季島もこの、今年2024年3月には進水を終えており、2026年中には収益を行う予定で準備が進められている。現時点では、今年退役を行った初代四季島の改良型と位置づけられる秋津島が、総トン数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの船体を持ち、海上保安庁が持つ最大規模の船舶となっている。ちなみに、海上自衛隊で、現時点で、最大の規模を誇る艦艇といえば、ちょうど、航空母艦化改修の途上にある、出雲と加賀の、2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦であり、最大で、各種の回転翼機を、14機収容可能なキャパシティを持っている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、海上自衛隊で最大規模の艦艇というだけあって、基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートルと、元より他国の軽空母並みの艦隊を有している。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を施され、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇となることを目視し、着々とその準備が進められているが、最初からその道のりが確定していたわけではない。まず、海上自衛隊では、大隅型輸送艦3隻を、1998年から2003年までかけて就役させ、同隊として初めて全通式の飛行甲板を備えた。艦艇として、外艦は航空母艦しかとした同艦を配備することで、世論の批判をかわす足がかりにしたと言える。続いて、海上自衛隊では、大隅型輸送艦において、全通式の飛行甲板を装備する艦艇の地ならしを終えた後、2009年から2011年にかけて、同様に、全通式の飛行甲板を備えるヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を就役させた。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で 13,950 トン、満載排水量でおよそ 19,000 トン、全長で 197.0 メートル、全幅で 33.0 メートルほどの規模となったが、これが、ベースとなり出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の建造に行き着いた。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、次の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、周辺諸国への配慮と日本国内世論に留意する形で、その建造と就役は進められ、災害時には多数の回転翼を用いての救助や救助者の収容が行えることが強調された感はあった。そうした災害救助任務への従事も行える点をヒューガ型や出雲型は、日本において、その必要性を認知されるためのポイントに、用いた艦は否めないが、そもそもは、仮想敵国の潜水艦を封じ込めるための対潜哨戒任務が主要とではある。今回、海上保安庁が新造を決めたという新型の総トン数3万トン超とも伝えられる排水量は、実に海上自衛隊で最大規模を、誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦よりも大きいが、その外観等も、未だ定かとはなっていない。
これほどの排水量を持つ点を鑑みれば、その新型の巡視船は、広い飛行甲板を備え、多数の小型のゴムボートを収容する形式になると、個人的には思え、海上保安庁所属の船舶ながら、大隅型のようなドック式揚陸艦に近い形になるのではないかと推察している。これまでの報道によれば、この新型巡視船は、回転翼機を少なくとも3機搭載可能で、ゴムボートは数十隻、艦内にも、1500名規模の人員を収容する能力を備えるとされ、南西諸島の有事の際には、懸案となっている住民の保護にも活用が見込まれている。2024年、護衛艦加賀がアメリカへ渡航し、F-35B 戦闘機の認証プログラムを行う中、艦首が、四角から台形へと改造された最大の理由は、一体何でしょうか？今回は、護衛艦加賀が F-35B 戦闘機満載化、艦首四角への変更は、いず、物災害対策の現状と課題などについて見ていきます。実は、護衛艦いすもは、能登半島地震へ派遣されていませんでした。地震災害への対応の変化についても見ていきたいと思います。ところで、F-35B 戦闘機を艦載しての訓練は、2024年度見られるんでしょうか。日本では、2024年1月1日、能登半島沖地震が発生。正月モードに包まれた列島の雰囲気を一変させる緊張感が全国に走りました。阪神淡路大震災や東日本大震災と比較すると、地震の規模的には少ないものではありましたが、人口や地形の違いでしょう。被災地である能登半島は、山間部や海岸部に小規模な集落が散在するという地理的環境だったので、主要道路が寸断されたことで救援が遅れ、今も予断を許さない状況が続いています。合わせて断水や停電などの復旧も遅れているのです。こうした大規模な自然災害の発生に際し、自衛隊の部隊が救援に差し向けられてはいますが、一例を挙げると、海地最大規模の大きさを誇る出雲型護衛艦は今回は投入されていません。これについて、政府の災害対策の不備を指摘する声がありますが、出雲型護衛艦は大型艦艇なので、入港可能な大型の港湾設備が不可欠なのです。今回は、入港が不可能な地域ということです。そのせいで、物資搭載量や運搬手段としての大型回転翼機を、MAX 14機も運用でき、艦内には、充実した医療設備を、誇る出雲型護衛艦が物理的に使用できないというのが、なんとも心苦しいという意見があるようです。1日も早い能登半島被災地の救助と復興を誰もが望んでいるはずです。しかし、大型艦艦艇が、どんな事態にも対処できるわけではないという厳しい現実を、日本国民としては残念ながら受け入れざるを得ない状況なのです。個人的には、だったら、小回りの利く小型艦艇を多数投入して、まずは、人々の救済に当たるべきでは？なんて感じますけどね。能登半島沖地震では投入不可能な出雲型護衛艦ですが、1番艦伊豆、元2番艦加賀の2艦は、現在も航空母艦化改修工事を行っている最中です。前述したように出雲型護衛艦は、現在の海上自衛隊の艦艇では、最大規模で基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m。全幅 38.0m 間体を備えています。
海上自衛隊の艦艇の種別を示す艦式記号では DDH と呼称されていて、前級であるヒュー型を拡大し、全通式飛行甲板を完備しています。最大5機の回転翼機の同時離発着が可能な艦艇です。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事は当然のように進められていますが、一番艦出雲が就役した年の2015年7月には、短距離離陸、垂直着陸が可能な戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化が報じられたのです。当時は、そうした報道を、日本政府は、否定するコメントを発しています。9年前とはいえ、海上自衛隊が、いわゆる固定翼機の F-35 ライトニング 2B 型を運用する航空母艦を保有することに、大きな反対が巻き起こることを懸念していたと考えられます。これは、日本国内における海上自衛隊の航空母艦の保有が、一般国民のコンセンサスを得られていないという判断で発せられたものでしょう。すでに、中国は、2015年の3年前の2012年9月には、最初の航空母艦となった遼寧を就役させています。ちなみに、この遼寧は、旧ソ連が崩壊したため、建設途中でウクライナが引き取ったものでした。中国は、使用目的を偽ってウクライナから入手したのです。このように、日本を取り巻く外的安全保障環境は、大きな変化がありました。これと前後して、2012年9月、日本政府は、それまで個人所有だった尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島の3島を国有化、南西諸島方面の防備強化に舵を切ったのですが、この行動が中国に影響を与えたのは間違いないでしょう。尖閣諸島は、1970年、昭和45年9月、台湾の一部の団体が上陸し、自国の一部であるという活動を起こしましたが、現在の中国共産党政府は、台湾は自国領だから、尖閣諸島も自国領であるという前提で領有権を主張しています。こうした中国側の主張は、海軍力や海峡局の増強を行うことによって、2000年以降、着実に実力的にも強化され、尖閣諸島周辺海域への恒常的な侵入を繰り返す事態を招き、危機的な状況にもなっているのです。こうした状況を受け、2016年12月、日本政府も、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修を公表し、同艦を建造したジャパンマリンユナイテッド社に対して、無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を検討する動きを本格化させました。この時点で、尖閣諸島を含む南西諸島防衛に、日本政府は、出雲型護衛艦の航空母艦化のコンセンサスを国民から得られたと判断し、その既成事実化を一気に進めたと言えましょう。2018年末に閣議決定された第30期防衛計画の大綱で、前述のジャパンマリンユナイテッド社に委託した研究結果をもとに、海上自衛隊の既存艦艇からのストブル機運用、つまり F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の出雲型護衛艦への搭載を規定路線としたのです。こうして、航空母艦化改修が決定された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に対し、防衛予算が2020年度31億円、2021年度203億円、2022年度62億円、2023年度52億円という巨額を投入し、一気にその動きが加速させていったのです。そして、2023年末に閣議決定した2024年度の防衛予算案では、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修費用として、過去最高額の424億円を投じることを決定し、その大半を占める421億円は、一番艦出雲の改修に充てることになったのでした。二番艦加賀には、3億円と一番艦出雲よりは、少ない予算投入額となっていますが、これは、加賀が伊豆、最寄り先に、2021年度末から2024年度末にかけての第1回目の工事で、最も大掛かりな監視甲板形状の変更工事をすでに実施済みだったためです。加賀は、
すでに、2023年4月には、最も高額な艦首甲板形状の変更工事が終わっていて、逆に出雲は、2024年度から開始される工事に、この部分を含んでいるそうです。現状では、2艦、ともに、2027年度を、目途に、すべての改修工事を終える予定とされます。一方、出雲片越艦が艦載機にする予定の F-35 ライトニング2 B 型戦闘機の取得費用ですが、2020年度が6機で793億円で、2021年度は2機で259億円、2022年度は4機で510億円、2023年度は8機で1453億円で、2024年度が7機で1282億円と計上されているそうです。この金額を合計すると、27機で4297億円となり、1機あたりの平均価格は159億円ほどになりますが、航空自衛隊では、全体で42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達を計画しているので、残り15機も、2025年度以降の予算に組み込まれることになりそうです。そして、2024年には、2020年度予算に最初に計上された F-35 ライトニング 2B 型6機が納入される予定です。配備先は暫定的に宮崎県の新田原基地になると公表されており、1個飛行隊が初めて編成させると予想されています。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は航空母艦化改修が2027年度までには完了すると見られますが、実際にF-35 ライトニング 2B 型を艦内に収容するキャパシティは最大でも10機前後と言われているので、絶対数としては必ずしも多いとは言えません。このポイントから軍事的戦力として考えた場合、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空戦力は極めて限定的というのが実際のところで、航空母艦化という形容に過大な戦力投射を期待するのは禁物だと思われるのです。